丸ボタンを連打すればライフが回復する。服従したければセレクトボタンを押せ。ライフがなくなるとゲームオーバーだ。コンティニューはないぞ。言っておくが、連射パッドを使おうなどとは思うなよ。スネーク、お前がセーブをしたのは随分前のことのようだな。それがどうした？お前の体が拷問に耐え。わかった。勘弁してくれ。そうか。そうだな。お前も人の子だ。約束通りこれまでにしておこう。その代わり女はいただいた。じっくり楽しんだ後に殺してやる。メリル。いいぞ。そうやって食いて生きていけ。メリル。メリル。すまない。くそ！俺は恐怖に屈した。苦痛に服従した。痛みから逃れるために君の命を売った。俺は敗者だ。君の望んだようなヒーローではない。負け犬だ。許してくれ。メリルはもう誰を許すこともできない。オタコ。彼女は言ってしまった。俺のせいでな。そうやって自分を責めるのは楽だろうね。そうすることで彼女の死から目をそらすことができる。お前に何がわかる。メリルは死んだ。俺は負けたんだ。いや、ここで死ぬかい。彼女と一緒に。スネーク、人は死ぬ。でも死は敗北ではない。ヘミングウェイの言葉だ。僕もウルフを失った。でもそれは敗北じゃない。僕もウルフもこれからなんだ。敗北したわけじゃない。これから。確かに命は失われたけど、恋は失ってはいない。人生に勝ち負けなんてないよ。そうだろう。生き抜こう、スネーク。この隣に駐車場がある。そこから地上へ抜けられる。さあ。セキュリティは解除した。大丈夫さ、逃げられる。この僕が保証するよ。オタコン、お前もう過去を悔いる生き方はやめたんだ。人生は失うばかりじゃない。始まった。あいつら物を壊す時だけせっかちなんだ。破壊するがいい。でも人の勇気を壊すことなんかできない。わかった、行こう。メリル、俺を見ていてくれ。伝説の男かどうかを。さあ、急ごう。スネーク、
外は寒い。そのままじゃ凍死するぞ。俺のスニーキングスーツだ。急いで。やっぱりそれが君の制服だ。早くしろ。運転は僕がする。しまった、監視カメラだ。ダメだ、キーがない。ついて動かせるぞ。いいぞ、乗れ。スネーク、捕まってろよ。大丈夫か？なんとかね。動けるか、オタコン？ダメだ、動けない。リキッドはどうなった？さすがのやつも死んだんじゃ。リキッドが死んだ。しまった、スネーク。Thank you.
奴が死んだということは。考えないことだよ、スネーク。空爆はどうなったんだ？ステルスの影も見えない。スネーク、聞こえるか？大佐。ああ、無事だったか。大佐、どうして？国防省長官はたった今逮捕された。退任だ。逮捕？大統領と連絡が取れた。メタルギア、新型核弾頭の開発、今回の演習、すべて国防省長官の独断で行われた。これが独断？空爆や核の投下はどうなった？攻撃命令は解除。F-117 も B-2 スピリットも基地に帰還した。再び作戦司令の権限は私に戻った。なるほど。ワシントンは秘密を守るために核を使用するほど愚かではない。怪しいものだ。まあ、とにかく聞き漁った。ありがとう。大佐、メリルのことだが。分かってる。大佐、メリルは私の娘だった。何？知ったのはつい最近だ。あの子の母親、死んだ弟の妻が手紙をくれたんだ。この作戦が終わったら、私はメリルにそのことを打ち明けるつもりだった。大佐。いいんだ、スネーク。ありがとう。スネーク、君にはいろいろ隠し事をしてすまなかった。大佐、いいんだ。スネーク、私は大佐ではない。そうだったな。君にプレゼントがある。近くにスノーモービルがある。メイリンが衛星写真で確認した。この時期氷河も落ち着いている。凍結した海を渡ればいい。 DIA や NSA の連中が君たちを無事に返すとは思えない。同感だ。もちろんのこのこ戻る気はない。君たちはジープでアラスカの海中に沈んだということにしてやる。危うく現実になりそうだったが。フォックス諸島でヘリを用意している。ありがとう、キャンベル。そっちは大丈夫なのか？お互い保険は用意している。メイリンのデータをハードコピーしている。これがある限り君も私もメイリンも大丈夫だ。ナノマシンのバッテリーも尽きる。俺たちを追跡することはできまい。もう会うこともないな。いや、そのうち遊びに行く。そうか、期待してるよ。キャンベル、一つ教えてくれ。なんだ？フォックス大のことだ。俺はどうなる？リキッドも死んだ。そのことについてなんだが、ナオミから話があるらしい。彼女は今？大丈夫だ。メイリンがついてくれている。今ナオミと変わる。スネーク、私よ。ナオミか？聞いたわ、兄のこと。ああ、そのフォック、いや、フランクから伝言がある。え？俺のことは忘れて自分の人生を精一杯生きろ。兄がそんなことを。君のことを愛しているとも言っていた。ナオミ、俺や世界を救ったのはフランクだ。奴は最後まで自分の意志で戦っていた。兄はこれで解放されたと思う。兄はすでに死んでいたの。ザンジバーランドであなたと戦ってからすでにゴーストと変わりがなかった。死に場所を求めてさまよう亡霊。ナオミ、リキッドもフォックス大で死んだ。設定はいつだ？いつウイルスが活動する？それはあなた次第。どういう意味だ？あらゆる生命には寿命がある。いつまで持つんだ？限られた時間を使うのはあなたよ。生きてね、スネーク。私からはそれだけ。
人はそれぞれ生まれた時から運命づけられているわ。遺伝子の中に刻まれてね。でも人の人生はそれだけじゃない。私もようやく分かった。前にも言ったわね、私が遺伝子 DNA に関心を持ったわけ。自分は一体誰なのか、どこから来たのか知りたかったから。 DNA を解析すれば私が誰だか分かる。私の会ったことのない両親のことが分かる。自分が何者か分かれば進む道が分かるかもしれない。そう思ってた。でもそれは違う。何も分からなかった。何も見つからなかった。ゲノム兵も同じ。遺伝情報をインプットするだけでは最強の戦士を作り出すことはできない。 DNA 情報はあくまでも力や運命を秘めているということだけしか言えないわ。運命に縛られてはいけない。遺伝子に支配されてはいけない。生き方を選ぶのは私たちなのよ。スネーク、プログラムされたかどうかは問題ではないわ。重要なのはあなたが選ぶこと、そして生きること。そうでしょスネーク。心配はいらない。私も生きていくわ。これまで生きる理由ばかり探してた。でもこれからは生きることが私の目標なの。遺伝子の存在意義は子孫を通じて願いを未来に託すこと。生きることは未来へつながる。あらゆる生命はそうやって未来へつながっていくの。愛し合い、語り継いでいく。そして世界を変えていく。ようやく分かったの、生きることの意味が。スネーク、ありがとう。俺は今まで自分のためだけに生きてきた。死にたくはないっていう生存本能が俺の人生の動機だった。みんなそうだよ。君だけじゃない。死への恐怖の中でしか生きる意味を見出せなかった。いや、俺の遺伝子にそう記されていたのかもしれない。今はどうなんだい？人生を楽しみたい。素直にそう思う。オタコンはどうなんだ？僕かい？なんだかすっきりした。これからどうする？また研究を続けるのか？科学やテクノロジーもいいけど、やっぱり人間に興味が湧いた。そうか。僕が科学や研究に逃避したのは人付き合いが苦手だったから。人が怖かった。命が怖かったんだ。理解できなかったんだ。論理的に説明できなかったからね。でも僕でも人を好きになることができたんだ。怖がる必要なんてないんだ。俺もお前も同じようなもんだな。ウルフじゃないけど僕はもう傍観するのはやめる。僕は自分の足で歩いていく。自分を隠すのもやめる。姿を隠すのもやめろよ。あ、そうだった。これあげるよ。さあ、彼女たちともお別れだ。ああ、僕が運転しようか？いや、遠慮しておく。体が持たない。そうかい。スネーク、どこへ？俺の名前はデイビッドだ、オタコン。僕はハルだよ、デイブ。そうだったな、ハル。ハルにデイブか。こりゃ笑える。木星へも行けそうなコンビだ。デイブ、どこへ行こうか？そうだな、新しい道を見つけよう。新しい道？新しい目的。
見つかる？見つかるとも。見つけるとも。運命に縛られてはいけない、遺伝子に支配されてはいけない。生き方を選ぶのは私たちなのよ。重要なのはあなたが選ぶこと、そして生きること。はい、全員死亡しました。あの二人は生存しています。ベクターの方はもうすぐフォックスダイナー、はい、そうです。はい、模擬核弾頭演習のデータは私が回収しました。ええ、誰も私の正体に気づいてはおりません。はい、正体を知るダーパ局長は始末しました。はい、監視を続けます。はい、ありがとうございます、大統領。